背番号27、吉野真博。僕の夢は J1 リーグ得点王になることです。めちゃめちゃ楽しいですね。やっぱりなんか J2 1年目は J2 少し出たんですけど、すごいそこも刺激的で、なんか初めての環境でって感じだったんですけど、 J1 もまた強度が違ってすっごい早いし、なんかその1点への執着というか、そのチーム最後まで諦めないで、どんなに負けてでもなんか1点取りに行く執着心っていうのはすごい、なんかどのチームも強いなっていうふうにはすごい感じました。やっぱジュビロって結構最後まで諦めず点を取りに行くっていうのは、なんかどのチームにも負けてないなって思うんで、そういうところをもっと自分も出していきたいなって思いますし、そうですね、そういうところで自分を表現できればなって思ってます。やっと J1 デビューだっていう風に入った覚えはあんまなくて、なんか、まあ、ルヴァンも少し出てましたし、あんまり緊張するなくスッと入れたんですけど、でもなんか終わった後にどちらで言うと、あ、これが J1 かみたいな感じで思いましたね。すごい劇的ゴールを決められてしまって、1対1に持ってかれちゃって、なんか、まあ、初めて出てそんな簡単に勝てないんやなってやっぱうまくはいかないなみたいな、そんな簡単にうまくはいかないなっていう風に実際思いました。入る前に失点してしまって、まあもう点を取りに行くしかないっていう場面で、まあ、相手の守備もすごいいいですし、なかなか仕掛けることができなかったりとか、結構何度かピンチとかもあったんですけど、なんとか防いでみたいな感じで、一本チャンス来るなってすごい考えてて、その一本をしっかり取りたいなっていう気持ちでプレーしてました。2年目の天皇杯の時に怪我をしてしまって、3ヶ月ぐらい休んで、そこでのなんか思ったこととかがすごい、なんか今なんかやってて、すごいあの時が大事な時だったなっていうのは思います。いや、無駄にはしちゃいけないなってすごい思ってて、2年目は本当全然試合にも全然絡めなくて、でやっと来たチャンスでのその天皇杯で怪我をしてしまったので、ここから3ヶ月できないのかっていうのと、そのまま実際シーズン終わってしまって、焦りというか、まあ、周りにやっぱその分置いてかれちゃうなとか、そういうのも最初思ってたんですけど、もうしょうがないなっていうのがあるので、まあ、そこでできること、今その環境というか自分が置かれている立場でできることを最大限やることがすごい大事だなっていうふうには思いました。その前での積極的な仕掛けとか、攻撃面ではすごい自分は、まあ、自分好きですし、そこは自分の武器だと思っているので、そこはどんどん伸ばしていこうっていうのは考えてて、去年怪我する前ぐらいからウィングバックやってて、守備のところはなかなかまだ何て言うんですかね、掴めないというか、まだ分かってないまま怪我してしまったので、
まあ、そこをもっとやんなきゃいけないなっていうのを思って他の選手のプレーを参考にしたりとかはすごいしてました。そうですね、 J1 リーグで得点を取りたいなってすごい昔から思ってたんで、日本人で J1 リーグ得点を取るってなんかすげえかっこいいなってその時思って、俺もなりたいなってなんか心のどっかでずっと思ってたんで、それが夢かなっていう感じです。やっぱりクロスの飛び込むそのポイントというかタイミングとかは誰も真似できないというか、なかなかそのゴンさんが言っても簡単に表現できないというか、なんか独特のタイミングとかで結構ニア入れとかいう感じのことを言われるんで、なかなか難しいんですけどそのタイミングに入るのは。でもやっぱこのタイミングで入れば相手も意表を突かれて点取れるのかなっていうタイミングで言われるので、なんか結構話とかも聞いたりとかしてて、そのクロスに飛び込む時になんかスペースに最初入るんじゃなくて相手に突っ込んでからそこで向き変えたりとか目の前っていう風に聞いた時に、あ、それすごいなと思って、今までなんかそんなこと意識せずにクロスに入ってたんで、なんかそういうのすごいなっていう風に思いました。すごい勉強になります。やっぱり仕掛けるところで流れを変えたりとか、まあ、それこそ抜ききれなくてもコーナーキック取ったりとか、そういうところで自分の良さというか、まあ、気持ちの面というか、そういうワンプレーで結構流れって変わったりとかすると思うんで、まあ、そういうところをガツガツ出していってチームに少しでもプラスの流れを与えられるように、そうです、もっともっと仕掛けていいし、もっともっとガツガツいっていいなって思うんで、仕掛けないとなんていうんですかね、そこに起用してもらった意味はないなって思うんで、まあ、そういうプレーをどんどん表現していきたいなって思ってます。